2021年3月3日ひな祭りあと1時間後ですね <laughs> まだ日付が変わってなかった今日は3月2日えっ、ー、とじゃあ1時間ほど読んでいきたいと思います「カンジョマキの69超重国神経祈伝第39」それでは早速読んでいきます 長寿国長寿国はあざ名を王ンといい老成軍上家の人後金城軍の隷居に移った注釈隷居は官粛平凡の西北。 老政軍の条系というのは天水の西六十里初めて騎士となり陸軍の両家の指定で陸軍というのは老政天水安定北地上軍青果の六軍金城は朝廷の時置かれた軍で長,長寿国が鹿島仮の柴であった時、えー、とこれは武帝の時代でございますが まだ老生天水二軍から分かれていなかった、まあ、ここから分かれるわけですねはい、えー、続き陸軍の両家の指定で汽車に巧みなものとして雨林に部任された雨林は寛名で天使の宿営を司る。まある近衛とか訳したりしますけど人となり親友で大略があった 沈着冷静ででかかつ勇敢ってことですかね若い頃憔悴の季節を好み注釈「え節ここでは「節しかないんですけれども「季節」と訳してますがもしくはですね「不節の摂」「旗印」ということかも分かりません「兵法を学び至宝の恵比寿の事情に通行していた」「武帝の時代柏として自死将軍に従い強度を打ったが大いに恵比寿に包囲された」 官軍は数日にわたり食,食物が欠乏し死傷者が多くそこで重国は総師100名余りとともに囲みを破って敵陣を陥れ自死も兵を率いてこれに従いってことはえっ、ー、と利口利ですねついに囲みを解くことができた超重国は身に 20, 層、えー、20箇所余りの傷を受け自死がその 様を上した御事の利がりが下り長寿国は召されて安西署に移った武帝は親しくその傷を見探索し中老に任じさらに釈迦将軍の長子に移した正帝の時代武都軍の帝族が背き忠釈帝族は成獣の名正規系の種族。 重国は大将軍の五軍問いとして注釈五軍問いは大芝に属する大将軍格皇は大芝を兼ねていたから各有大将軍の五軍問いとして兵を率い打ってこれを平定し中牢城に移り兵を率いて上国軍に駐屯し帰還し遂行問いとなった強度を打ちその正規王を捉らえた抜擢されて 将軍となり遂行というは元のまま兼任した大将軍各校とともに策を定めて先帝を尊立し公によって永平公にほぜられた本思年間堀井将軍として強度を制圧し恵比寿の主級数百を切り帰還して公将軍となり次いで尚婦となった注釈尚婦。え将府 でございますが生時,時つまりしばらくしての誤りかともしくは長身尚婦のことか。<laughs> 郷土は大掛かりに10万基余りを繰り出し南へ砦に沿って府警路山にいたり侵入し私し落とした逃亡した大女挙動が官軍に下ってそのことを言ったので。 重国は派遣されて4万機を率い国境近くの旧軍に分屯した注釈大女挙動は六経路港のこと不経路と六経路は同一地名か。 わからないです、ね、はいえ「旧軍は五元作法雲中大軍岩門定城北平上国漁陽の旧軍前武はこのことを聞くと兵を引き上げて去った当時五六大夫であった義挙出身の安国が 忠教は聖獣の一つ暗黒が死者としてもろもろの教族の拠地を巡行した教族は正法の万族の藩、まあ、こうまとめた名前ですね。先霊の頭が先霊というのが教族の一つで淡縮道画圏異性政界の京にいた先霊の頭が 願わくは時折、香水の北へ渡り香水は麒麟山麒麟山は場所は西海西寧の西北に発現し東流して東に流れ高蘭圏に至り高賀にいる香水の北は菅の地 <laughs> 香水の北へ渡り耕作していない地方の民を追い払おうって牧畜したいものだと言ったのを聞き暗黒はそのことを条文した。 長寿国は暗黒の奉針がその事情をつまびらかにしていないため不敬であるとして弾劾したその後教人が国境の州を頼み前言の通りお貸し進んで江水を渡ったが近くの軍権はこれを阻止できなかった元行3年 仙霊はついに諸々の胸族の頭200人余りとともに従来の恨みを解き人質を交わして冥約した主相はこれを聞いて超重国に問うたので重国は、えー、答えていった「教祈を制することの容易なゆえんは種族のそれぞれに頭がいて互いにしばしば攻撃し合いその勢力が一致団結しないからです」。 30年ほど前、聖獣が背いた時はまたまず互いにあをとき共に割符を合わせて霊峡を攻め関東を防ぎ合い56年もかかって初めて安定を見ました。清和5年に至り先霊の頭方遷らは死者を郷土に通じ郷土は人をやって正月死に行かせ諸々の僧族に 漢の自治将軍の州10万人余りが郷土に降伏した京人は漢に使役されて苦しんでいるが懲役主戦はもともと我らの土地で自民が超えているから共同して漢を打ってそこに居住するべきであると伝え告げましたこうしたことから見れば郷土が強度が京と合同しようとしているのは今に始まったことではありません この頃郷土は西方で苦しみ注釈本師五年郷土は右尊に打ち破られた右ン族が来て砦を守っている祭を守っていると聞き兵が再び東方から起こることを恐れしばしば死者をイリキシュなどの諸国に遣わしこれは正規の国の名前でイリというこれ霊名の霊になってますけれども。 牛のと同じですかねイリキシュなどの諸国に使わし美女や天の川衣を用意してその計略を阻み解散させようとしました諸国は強度と計りごとを合わせなかったが しかし郷土は改めて死者を使わし凶族へ到着するため道を砂漠地帯から円卓に出円卓は保証会に同じ新疆トルファン県の西南下ロブノールというところ長江を通って給水祭に入り長江は 車両省に同じ主戦権の北旧水祭は懲役権の北南の方懲役の属国に立って先例と向かい合うのではないかと疑われます神は教族の異変がなおこうしたことにとどまらずさらにまた他の種族にも連なりを呼ぶのを恐れます未然のうちにこれに備えなくてはなりません その後、一月余りで果たして教皇の老化が使者を強度に使わしてこれに兵を,を借り前々敦煌を打って漢の道を断とうとした。重国は思うよう老化は正月史の種族で溶岩の西南におり勢い単独ではこの計画を立てられないおそらく強度の使者がすでに京族に行き くて千霊艦県の諸種族に互いのあたを説いて名約させるものと疑われる注釈艦と県ですけれども。 ここはちょっと字が違うんですけどねまあまあいいやえっ、ー、と勘賢は「胸族の別種関胸県胸とも言う給水祭に入り潜水のほとりに居住した」秋「秋馬の越える頃になれば必ず事変が起こるだろう」 死者を遣わし偏境の兵をやってあらかじめ備えもろもろの胸族に戒めしめし,めし彼ら相互のあたを再び溶かせないようにしてその陰謀を発覚させるべきである毒を持って毒を制するみたいだ。 やる手段ですねそこで上昇と魚守大夫の両夫はまた天使に申し上げ義曲の暗国を遣わしもろもろの胸族を殉視し事態の善悪を分別させることにした暗国は到着すると先例の諸,、えー、諸号まあ頭たちですね30人余りを召しそのうちの最も凶悪願 頑強なものを全て切ったまた兵を放ってゆえもなくその種族の人を打ち主給千余りを切ったそこでもろもろの降伏した凶族や木々強行幼魚くらは恐れかつ怒り勧人を信用して受け入れなくなり ついに小種族を脅かして強制し艦に背いて砦を犯し上夷を攻め調理を殺した暗黒はと祷として3,000騎を率い駐屯し強族に備え黄門河に至って忠釈黄門河は艦路、艦、え、縮、ー、近県の西南に発し闘流し黄河にいる恵比寿のために撃たれ荷車や兵器を失うこと甚だ多かった 暗黒は引き返して霊居に至り、状況を条文した。この年は新釈元年春であった。当時、長寿国は七十歳余りで、 主張はこれを老齢とし、魚師大夫平吉をやって、誰を将軍にしたらよいかを問わせたところ、鳥獣国は、老臣に勝る、えー、私ですね、私に勝る者はおりませぬと答えた。人を遣わし、将軍に測ってほしいが、享梁の、享梁で、まあ恵比寿ですね、享、まあ、梁の勢力はどう 願わくは陛下には老臣に私にお任せいただきたく。何卒ご案じなさいませぬように。衆生は笑おうてよろよかろうと言った。長寿国は金城軍に行き、兵が一万機に満ちるのを待ち。黄河を渡ろうと思ったが、恵比寿に遮られることを恐れ。即夜。三人の武功に。 「バイ」というのは口,を、えー、口に含むものなんですけど声を出すことを止めるために箸,箸の形をし両側にひもがあり口に含んで頭の後ろにつなぐもの「バイ」を含ませて口に含ませて先に渡らせた。 渡るとすぐ陣造りに取りかかって夜の明け方に出来上がりついに順次全員ことごとく渡り終えた恵比寿が数十機ないし百機ばかり現れ軍人間近く出没した忠国は我が方の死や馬は疲れてまだ間がないから追いかけてはならないあれは皆強い騎兵で捕らえにくいし またおそらくは誘導の兵であろう。恵比寿を撃つには根絶することを要する目先の勝利,勝利は貪るに足らないのだ」と言い討たないよう軍に命令した騎兵をい出して消防橋の中をうかがわせたところ消防橋は「橋の名前橋というのは 渓流を挟んだ険しい山峡谷間というか近城の南六百里にある山峡の位置騎兵を出して死亡郷の中を伺わせたところそこに恵比寿はいなかった夜兵を率いてクト山に登りもろもろの武功を芝を呼んでいったわしは享梁は戦の仕方を知らないと思う もし恵比寿が数千人を死亡卿に差し向けその中を守って閉塞したら我が兵はどうして入ることができようか。長寿国は常に石膏を遠方まで放つ,放つことに努め行軍には必ず船尾を整え宿営すれば必ず衛兵を堅固にし格別大事をとって慎重にし子卒を愛し謀り事を先にし戦いを後にした。 ついに西の勝った西部トイフにいたり金城郡にある西部トイフにいたり日々軍師に主食を教し、師は皆役に立ちたいと望んだ恵比寿はしばしば挑戦してきたが鳥獣国は固く守り捕らえられてきた捕虜によれば京の頭たちはしばしば互いに攻め合い 汝に言うがいいてはならなら今天使は長将軍を使わしてきたが年は八九十歳で戦争が上手である今ひとたび戦おうて死のうとこうたとてそんなことができるであろうかと言っていると「長寿国の子郵送中老城公は鬼門の死費死費というのは寛名で 勝負の俗間で「緑茶」をつかさどるあの鳥を捕まえるやつですかねウリンの故事虎悦の騎兵を率いて別隊となり霊居に至った恵比寿は並び入れて主張の道を立ったのでうはこのことを条文したりが下り8人の行為をもって行き問い 近城軍大使と合同し三冠の恵比寿を探し捕らえ市長の道と渡し場を通じたこれより先関剣の剛当時は弟長子を使者としてト位のもとに来させ千齢が背こうとしていることを告げたが数日後果たして千齢が背いた長子の種族の人が相当多く千齢の中におり 問いは早速長州国は長子には罪がないと思いそこで彼を帰らせその種族の頭たちにこう告げさせた「漢の大軍は罪あるものを中するであろう態度を明白にして自ら分別し負は来道して自ら破滅を招かないようにせよ」。 は諸々の教とに告げる。法を犯したものでも互いに捕えあるいは斬ることができれば当人の罪は許すことにする。待合の罪罪ある者一人を斬れば四十万銭を賜い中合なら十五万銭下合下合なら二万銭少年男子なら三千銭女子及び老人少年者なら年少者なら千銭をそれぞれ賜い。 また捕らえられた者の祭祀・財物はこれをことごとく与えると長寿国の計りごとは威信をもって勘賢および脅かし強制した者を招き下ろし招き下し恵比寿の陰謀を解消・無産しその疲れきったところを討とうとするものであった。<coughs> その時首相はすでに三歩大乗の刑との稼を解かれた者三がすなわち家南加藤加大および永イ拝埃王序南諸軍の武卒、近金城老政天水安定、えー、北地、上軍の騎兵京人部隊の騎兵を派遣し武位長役主戦の大使がそれぞれの軍に駐屯させている兵と合わせ都合6万人に及んだ。 主戦軍の大使新武健が相乗していった軍の兵は皆駐屯して南山に備えており中釈南山は桐山のことほっぺんは空虚で勢いこれを久しく保つことができませんある人は秋冬になってから兵を進めようこの恵比寿は国境外の砦におると申します。 今、恵比寿は朝夕に進行し、その土地は寒気厳しく、寒の馬は冬に耐えられず、また、部位、長役、主戦、三軍による屯ンは1万騎以上で、いずれもその多くが痩せています。馬の両末を増し、7月上旬までに30日分の軍糧を準備し、兵を分け並行し、長役主戦を入れ、 合同して潜水の流域による艦権を撃つべきでありますエビスは畜産をもって命とし、えー、と今みんな分散しております兵が分かれていでれば敵を全滅させることはできませんがただその畜産を奪いその最初を虜にしてまた兵を引いて帰り冬になって再びこれを打ちこのようにしきりに大軍を出すならばエビスは必ず 古い破れるでありましょう。天使はこの上昇を長寿国に下げ渡し皇位以下の利子の今日の事情に通じている者たちと共に広く論議させた長寿国と長子東,東年の思うよう武権は軽々しく一万家を率い領土に分かれて懲役を出ようとしておりますが道を迂回すること遠く千里であります。 1>, 1匹の馬が自ら30日分の食料を背に負うのに米ならば二国四と注釈一国は我が一国の約十分十一分の一二国四と麦ならば八国でありまた被覆兵器があればなお追いつきがたいわけです。苦労してたどり着けば、は、 きっと我が軍の進退を図って次第に後退するに違いありません。そして我が方が水草を追い山林に入りずるずると深入りするならば恵比寿はたちまち前方の剣により後方の役を守って我が領土を立ちま険しいところですね守るってことですね。必ず損害危険の憂いがあり 遺の物笑いとなって潜在に取り返しがつかなないことになりますしかも武家は恵比寿の畜産を奪いその祭子を虜りこにできると思っておりますがこれは空言に近いことであり極上の計りごとではありませんまた武威軍の諸県や懲役軍の日六県は皆北方の砦に当たっており 深い谷や水草があります秦は強度が郷と計りごとを合わせまさに大掛かりに侵入しようとしていることを恐れますが幸いに長役主戦を防衛防衛して正義と断絶できるならばそれらの軍の兵はとりわけ発動させるべきではありません先例が主会となって翻訳し他の種族はこれに強制されたのでありますそれゆえ秦は愚か,愚かながら計るに 剣や剣の傲慢な過ちを捨ておき隠して表面に表さずまず洗礼の宙を好うて彼らを振るい動かし過ちを悔いて善に立ち返るよう仕向けてその罪を許しその風俗に通じている料理を選んで彼らをいたわり和らげ服従させるべきでありますこれが軍を全うし価値を保ち辺境を安らかにする策であります」と天使はその上昇を下げ渡した。 後継や慰者たちは皆「洗礼は兵力が盛んで漢検の助けを頼んでいるからまず漢検を破らなくてはまだ洗礼を図り制することができない」と思ったそこで主将は次中落成公巨剣寺を郷土将軍に任じまた軍について主戦軍対主神武権を破強将軍に任じ少々を保てその図り事を可能し一方直処をもって超重国を攻めたその分に言う。 皇帝は皇将軍が「千夜にさらされ甚だ苦しんでいることに見舞いを述べる」「将軍の計りごとは正月になって初めて勘虚を打とうというのであるが京人はまさに麦を収穫してすでにその祭祀を遠方に移しその精兵1万人は主戦遁煌の旗をなそうとしている」「我が辺境の兵は少なく民は守備に追われて工作することができない」 今懲役藤では国家は一石につき百余銭注釈この一石というのは120金日本の大体七冠200文目国家は一石につき百余銭両末は一束につき数,千数十銭の高値であり その輸送のことも並び行われ人民は煩わしく乱されている将軍は1万人余りの州を率いながら急いで秋のうちに水草の利を足しその牛耀穀物を奪い取ろうとしないで注釈 <laughs> 原文ではこうですね畜食 畜というのが牛羊の属の畜産を言い食というのは穀穀、えーまあ、穀物の穀穀穀と麦の属すなわち穀物を言う一節,一節に畜類の食すなわち草の意味とする戻ります。<coughs> その牛用穀物を奪い取ろうとしないで冬を待とうとしている冬になれば恵比寿は皆食料を蓄積しているはずでありその多くを山中にしまい隠し謙遜な知性によっていることであろうかくて将軍の兵士は凍えて手足は赤切れや凍傷に悩みそれでどうして戦いに利があろうか将軍は中国の湿費を顧みず幾年もかかって商敵に勝とうとしている。 ちょっと他の取り方もできるかと思いますけどうんどうどう美を象的としないで 将軍ならずとも将軍でなくとも誰がうんぬんと訳すこともできるようでございますが先に行きますおよそ将軍で誰がこういう安全有利を楽しまないであろうか今御事尊を下し破強将軍武権に兵6100を引きさせ頓高軍大使甲に2000人を引きさせ調水行為封将 趙水行為は武漢名趙水という川ですねに頓していた古希を司るさどる恵比寿の騎兵ですね主戦軍の公法政これは封法政、えー、風法政ですね主戦軍の公風法政に自・月氏の兵4,000人を率いさせ 時というのは規域36国の一諸教の一、おおよそ1万2千人30日分の食料を携行し7月22日をもって環境を打ち潜水の北の曲がり角のほとりに侵入したがそこは えー、あと、これは、県、県境どっちかな いいですね、戻ります7月22日をもって環境を打ち潜水の北の曲がり角のほとりに侵入したがそこは主船を去る800里。 将軍を去るる里ばかりのところであるそれ将軍は兵を率い順路を正方に並行して進み追いつくことができなくても恵比寿に官軍が東と北の両方から並行して来襲したと聞かせその真意を心を分散させその都刀を離反させるなら恵比寿を滅ぼし尽くすことはできないまでも瓦解させることはできるであろう。 すでに中牢城を甲に御事のりし小越の四肥者氏と四肥者氏はえーっと娼婦の続感欲者を取りをいるやつですねいぐるみ欲者を司る四肥は有志の名前一節に飛ぶように敏称なこと戻ります小越の四肥者氏と 歩兵の二項とを率いさせて、将軍の兵を増した。今、五星が東方に出た。五星は目下の金水。以前、真の滅亡を予言した孤事があるようでございます。今、五星が東方に出た東方の中国は大勝利を得。西方の蛮族え、万位は大敗しよう。 太白星が、つまり金星が空高く出ておるので、兵を持ち、深く行ってあえて戦おう者は、吉、あえて戦おうとしない者は強であろう。小星は急ぎ装備し、天余の時期に常時、不義の敵を中するならば、必ずや万に一つの不利もないであろう。この上、疑うとはならない。長寿国はこのように責められたもの,の、の将軍たる者は、兵を任さ,れておる任されて外におる以上、 たとえ証明があってももし有利だと思えば自分の考えを固守し国家の安全と利益を取るべきであるとしそこで上書し罪を捨しよって戦の利害を述べていった「真、密かに思いますに喜と慰安国は先に幸いに勅使を賜り死者としてふさわしい教人を選んで漢に使わしやがて大軍が来るが 漢は、漢を中止ない旨を論告させて、彼らの陰謀を解かせました。陛下のご恩徳は、はなはら厚く、神家の欲を呼ぶところではございません。神は、一人ひそかに陛下のご聖徳と史上の計りごと等を称えてやまず、それゆえ、剣の御を、頭、長項を使わし、天使の主得を潜伏させたので、 漢卿の種族は、皆陛下の名称を聞いて知っております。今、先例の京・陽玉は、四千機と、戦京の五千鬼とを引き注釈、千京は、西京の西の京族の種族の名前。山の木石を持って、自ら防備を固め、便宜を伺うてあたをしていますが、漢卿はまだ、 我が方を犯しておりませんしかるに今洗礼を差し置いてまず勘を打つことは罪あるものを放置して罪なき者を中するわけとなり一難を起こして二害を取ることになり誠に陛下の本来の計りごとに背くのであります兵法に攻めるには不十分でも守るには余力があるとあり戻ります 尊氏の経辺に守ればすなわち足らず責めればすなわち余りありとあり守るのは力が足りないからであり責めるのは守って余力があるからであるの意味戻ります兵法に責めるには不十分でも守るには余力があるとあり また「たよく叩こう者はは人人を引引きき寄寄せ、人には引き寄せにられないとあるとだいまのも孫子の虚実編」今「今環境が敦煌主戦の二軍にあたをしようとしているゆえ兵馬を整え兵戦士を訓練してその来るのを待つべきでありいながらに敵を引き寄せる術をとり我が方の安全をもって疲弊した敵を打つのは勝利を得る道であります」。 今、二軍の兵力が少なくて守るにさえ十分でないのに、これを繰り出して攻撃するのは、エビスを引き寄せる術を捨てて、エビスに引き寄せられる道に従うもの。真は愚かながらそれを不利だと存じます。先例の強領は背こうとしており、そのため、官権と旗を解き明約しておりますが、しかしその内心では官兵が来ると官権が己に背くのではないかと恐れずにはおられないのです。 心は愚かながら洗霊の計り事としては常に何よりもまず勘賢の気球に赴いてその名役を固めるだろうと推量いたしますので我が方がまず環境を打てば洗霊はこれを助けるにそうやりません。今や恵比寿の馬は肥え食もまさに豊富であるはずこれを打ってもおそらくは損害を与えることができず従ってこれは恩徳を環境に施すよう 先礼に仕向けてその名役を固くさせその徒党を合同させる結果になりましょう恵比寿の交わりが固くその党が合同し精兵2万人余りを持って諸々の小種族を脅迫すればそれにつく者が次第に多くなり幕守の族も軽々しく離れることはできないのであります。注釈種は族族の小種族名 このように、恵比寿の兵が次第に多くなり、これを中するのには、その数倍の兵力を必要とします。国家の勇敢が十年をもって。数えるほど長引き、二三年だけではなくなる、真は、それをのみ恐れるのであります。 神は天使の高温を被ることができ不死ともに順え権威に連ねていただきました神は官威は正敬に至り尺は劣行となり剣馬の弱い七十六を重ねましたので注釈剣馬の弱いにも等しいつまらぬ我が鎧、まあ、剣場の謙遜して言っているんですね剣馬の弱い七十六を重ねましたので名称のためには 溝や谷間に転落し、死骨が朽ちずにさらされたとて、言えない、死骨が朽ちずにさらされたとて、何ら考慮いたしませぬ、一人思い見まするに、戦の利害について、真は至って知り尽くしております。真の計り事では、ままず洗礼を注意ししてしまえば、 関係の族は兵力を煩わさず、とも降伏いたしましょう。すでに洗礼を注してしまっても、関係が降伏しなければ、正月にわたってこれを打つのが計りごとの通りを得ることであり、またその時期でもあります。ただ、今をもって兵を進めるのは誠に。その量。まことにその理を得ないことであり、陛下にはただこのことを計り裁かれますように。 6月、母親の日に遭乗され、4月、後院の日に直証を持って返答し、超重国超重国の計りごとに従うことになった。重国は兵を率いて、千霊の居住地に行った。恵比寿は集まりとどまることが長引いて、士気が下退し、奉承になっていたため、官の大,大軍を冒険すると、荷車を捨てて、香水を渡ろうとしたが、道路が境隘であった。 重国は徐行ししながら追撃した。ある人が有利にするには早い方が良いのに今追撃は緩やかすぎるというと重国は答えこの険しいあたは追い詰めるべきではない緩めれば逃げるのに何の心配もないが急追すれば引き返してきて力の限り死闘するだろうという島初公が皆良い計りごとですと賛成した。 恵比寿の川にはまって溺死した者が数百人降伏したり首を切られた者が500人余り馬牛羊10万頭余り車4,000両余りを略奪した兵が漢の地に到着すると軍に礼して集落を焼き払ったり電波の中で草を買ったり放牧したりすることを禁じた漢境はこのことを聞くと漢は果たして我が方を撃たないのだと言って喜び 頭の美貌が人を使いに起こし「願わくはまた元の土地に帰ることができるようにしていただきたい」と言ってきた「長寿国はこのことを上軍したがまだ返事が来なかった」「美貌が自ら帰ってきたので長寿国は飲食を賜い返してその種族の人たちを諭させようとした」すると5軍以下の者が皆完走し「これは本領です」 欲しいままに使わすべきではありません」と言ったが長寿国は「諸君はただ法文を自分の都合のよいようにとって自分を守ろうとしているに過ぎず効果のために心から図ろうとしない」と言った「言葉のまだ終わらぬうちにちょうど返事の勅書が届き美貌の罪を金であがなわせるよう、えー、裁け」とあった。 その後漢はついに何ら兵力を煩わすことなく降伏したその年の秋長寿国はや闇、み主は書を保ていった江将軍に斉唱する足のすねが痛みまた下痢に苦しんでいると聞いたが将軍は年老いその上病んでいる。 万一のことが恐れられ陳は甚ははだこのことを憂えている今破響将軍に事乗りして将軍の豚所に行かせ将軍の副将とした急いで天佑の機械の泰理と利子の栄気とに乗じ12月をもって洗礼の京を打てもし美翼が甚ははだしいなら豚地にとどまり行かなくてよろしくただ破響将軍と郷土将軍を使わせばよい そのころ恐とで降伏した者が1万人余りあった鳥獣国は千霊が必ず敗れると推測し騎兵を廃止してとんでん兵とし先霊の疲兵を待とうとしたそのため総分を作ったがまだ上奏しないうちにたまたまこの進撃の直所が届いたので中老城公は恐れ鳥獣国をいさめようと品格をやって言わせたもし 兵を出して軍を破り将を殺し国家を傾けるようなことになろうとも将軍としては直命を守るのが当然でありますその利と兵についてはまたどうして争いに足りるでしょうか注釈この病というのは弊害一体首相の御意に合わず直死使者が左遣されてきて将軍を攻めるならば将軍は ご自分の身を保つことさえできずまして国家の安泰などどうすることができましょう。長寿国は嘆いていたこれは何たる不中の言葉であろうもともとわしの意見が用いられていたら姉梁は今日このようにあたをしたであろうか先にまず姉の地を巡行させる巡行させるに適したものを挙げた時わしは新武権を推挙したのに 上将御師大夫はまた別に申し上げて義挙の暗黒を,暗黒を使わしたためついに京を壊し破ってしまった金城と甲中では穀物が一国八千だからわしは甲中城に注釈。甲中城というのは四脳中城の甲受昌という人甲中城 中将に200万国の国を買い入れても、教人はあえて動じないことを言った。公中将は100万国を買い入れることを行ったが、わずかに40万国しか得られず、その上再び死者に立った義挙がさらにその半ばを消費してしまった。この二作を見失い、そのため教人はあえて本翻訳したのである。 元で合理ほどのわずかの違いも末では千里の差となるというのがすでにその通りになった今戦が久しく片付かず四方のえ、えー、恵比寿がにわかに動揺し互いに頼み合って立つならば死者がいてもその後始末をつけることができずただ今日のことさえ憂えておればそれで事たるものでしょうか。 私は誠に命を懸けてこれを守り名主に忠言しなくてはならないついにとんでんの僧を奉ったその分に言う「戦は徳を明らかにし害を除く方法であるそれゆえ国外であげえるならば国内に福が生ずるものを慎まなくてはならない」と神は聞いております。 シが率いるリシー・馬牛の食は月に両国19万9,630国塩1693国・マグサ65万288隻を要し平難が久しく解けないため武役はやみませんまたおそらくは他のエビスがにわかに思いがけない異変を起こし互いに頼みようと並び立つなら 名手の憂いとなり、まことにあらかじめ平等に図って敵に勝つことを定める策ではありません。注釈平等は相平と明道を転じて朝廷を言う。え平、ー、と,と同ってことですね。ともあれ、橋梁は計りごとをもってすればたやすい、破りやすいが、兵をもってすれば兵 まあ、戦,戦をもってすれば兵をもってすれば砕きがたいそれゆえこれを打つのは不利であると信は愚かながら思うのであります今数えかってみまするに臨境圏から東へ肛門に至るまで臨境圏は西海西寧の西 臨境勇から東へ肛門に至るまで橋梁の元の田および公殿には民のまだ開墾していないものが2,000軒以上ほどありその間幽亭の多くは壊れています。住職亭は、宿場の旅小屋 神は以前死を部署して山に入らせ材木を大小6万4本切り出しまた水路の宿駅に置いてあります願わくは騎兵をやめ刑を緩められて募りに応じた者および和洋国助南軍の歩兵や利子の支柱する者をとどめ都合1万281人これに要する穀物が月に2万7,363国 塩が穀これを溶岩の地点に分屯させ氷が解け,ば,氷が溶ければ水流で木を運び下し協定を修繕し皇居を春節し注釈春節は泥をさらって深くすること皇居をあ,あ、そうですね、さらうっていう字ですね春節し 公共伊勢の道の橋70箇所を集築し注釈「公共」は「香水の橋橋というのは渓流を挟んだ険しい三峡、泉水の左右両岸に出られるようにし春の工作に出る時は一人につき 20歩を分け与えます。4月になって草が生えれば軍の騎馬および俗国の古希の強健な馬をそれぞれ1,000頭添えうう馬をその10分の2の200頭当て挑発し牧草につかせ飛んでんする者を守る遊撃兵とします。こうして金城軍を充実させ備蓄を増し拒否を省きます。 これは大師能から転送して到着する穀物で、1万人1年間の食を賄うに足る量であります。ここに慎んで電池及び用具の帳簿を建て祭り、ただ陛下が御歳くだされんことを恋、ま、祭ります。首上の弊書に言う、皇帝は皇将軍に問う騎兵をやめ、歩兵1万人をとどめて豚田兵にしようというが、 もし将軍の計りごとの通りにすれば恵比寿はいつごろに服するはずなのか戦はいつごろ勝ちを決められるはずなのかその理を熟経し再び創上せよと長寿国は諸状を立てつったその分に言う「帝王の戦は完全をもって勝ちを取るそのため計りごとをたっとんで戦闘を癒しむ」と神は聞いております。 叩こうて百姓するのは善の善なるものではありませんそれゆえまず自らを嫌悪にし敵が勝てないようにした上で敵に勝つことを期するのであります万位の執族は礼儀の国のそれとは異なっておりますがしかし彼らが害を避け利に就こうと欲し親戚を愛し死亡を恐れることは我らと同様であります今恵比寿がその備地と豊かな牧草を失い 身を異教に寄せたくし遠く逃れていることを憂え骨肉の間も心が離れ人心に離反の志がありますそこで名主が軍を返し兵をやめて1万人を飛んでにとどめ天の時に従い地の利によりこうして恵比寿に打ち勝つことを待てば敵がすぐ罪に伏さないまでもなお戦の価値を決することは一か年で望めましょう。 すでに侠梁の瓦解し降伏した者が前後1万700人余りおよび我が法の勧告を受けその俗人を諭すため去った者がおよそ70人ありました。これは労う説していながらに侠梁を解体させる備えであります。秦は慎んで兵を出さずとどめて屯んでんさせる利益12か条を過条書きいたします。歩兵の9部隊 注釈、旧、えー、部隊はここでは原文は旧校になってますけれども部隊が旧なのかあるいは旧人の部校つまり部隊長なのか戻ります利子一万人がとどまりたむろして武備をなし 他によって穀物を得以降と音徳の並び行われることがその1でありますまた橋梁を押しのけくじくことで肥沃の地に帰ることができないようにし品によってその種を破りこうして橋梁が互いに染みき合う兆しを熟成することがその2であります居民がと田兵と共に工作することを得 農業を失わな群馬1ヶ月の職で飛んで兵1カ年を賄うことができ騎兵をやめて拒否を節約できるようになることが節約できることがその4であります。春になり武装の子卒を減らし甲が香水により穀物を運送して輪京に至りこれを恵比寿に示しイブを上げ いよいよ敵と折衝して、引けを取らない備えとすることがその5であります。暇な時に刈り出した材木を流しく出し、<coughs> それで雄亭を修繕し、金城軍を充実させることがその6であります。出撃するのは危険を犯して幸いを求めることですが、出撃しなければ、背いたエビスを風間の地に隠れさせ、 僧路や流行病や指を腐らす唐傷の憂いに合わせこうしていながらに必勝の道を得ることがその7であります。剣遜兵、統合を手、死傷する害のないことがその8であります。うちはイブの重々しさを存ずることなく、外は恵比寿に軍の感激に乗ずる勢いを得させないことがその9であります。また黄河の南 大賢尚賢を共同させ注釈大賢証賢は共に火星のカナンオルド・オルドス地方にいた京の種族大賢証賢を共同させ他の返事を発動する憂いをなくさせることがその十であります。 公共のうちの道路と橋を修築し、潜水へ通ずることができれば、これにより、聖域を制し、移行千里の外に延べ、軍港の容易なこと、寝床の辺りを過ぎるようであることが、その11であります。すでに巨額の費用が節約され、部役があらかじめ止み、それによって思いがけぬ返事の発生を忌ましめ防ぐことが、その12であります。 とどめてとんでんすれば十二の利益を得出撃すれば十二の利益を失いましょう、えー、私長寿国は才能低く剣馬の弱いも傾き衰え長久の策を知りませんがただ名称を下し広く後継疑心につまびらかに図った上で採択なされますように。注釈、疑心は、 常に正論を持って権威する「主情はまた返事をたまい皇帝は皇将軍に問う十二の利益を言うことは聞いた恵比寿はまだ中伐に服さないが戦の価値を決するのは一年で望めるとのこと一年で望めるとはこの冬を言うのかいつを言うのか一人武将の計っていない点として恵比寿は兵があらかたやんだことを聞けば まさにその想定が相集まって我が方の工作する者及び道路上の登電兵を攻め乱しまたもや人民を殺戮略奪するであろうがまさにいかなる方法でこれを止めようととどめようとするのかまた内官官が、うん、大賢小賢が以前 我々は官軍に洗礼の書斎を告げたのに兵をいしてこれを打たず久しくとどまったまま本死5年洗礼を打った際人を分別しないで我々をも合わせて打ったこうしたことを繰り返すことのないようにできるであろうかと言ったが彼らは内心常に官を押されて恐れている今出撃しなければ返事の発生し洗礼と合同することがありえないだろうか。 将軍は熟計してもう一度創上せよと言った。長寿,長寿国は上層していった。戦は計り事をもって元とするゆえ多く量るは少なく量るに勝ると神は聞いております。先例の今日の征兵も今は余すところ七八千人にすぎず地を失うて遠方に流宮し分散し植え凍えております。官権幕主はまた その疲れ、弱ったものの、家畜をすこぶる強奪し、そのため背いて帰ってくるものが絶えず、誰も皆互いに捉えきるものはこれを称するという天使の命令を聞いております。しん愚かながら思います。に、エビスの破壊を期待できるのは月日の問題に過ぎず、遅くとも来春までであります。ゆえ 兵の価値を決することは一か年で望めると申すのであります。ひそかに思いみますに、ほっぺんより両党に至るまで1万1,500より、砦に乗り、地に連なって一帯につき数千人の利卒がおり、恵比寿はしばしば大勢で攻めてきたが、我が方を害することができません。今、補卒1万人をとどめて、 飛ん,んさせますと、その地勢が平易で鉱山を遠望する弁が多く、部隊が互いに助け合い砦や暴露を作り、英類が相続いて,て絶えないため、兵人や意趣味を用いるのに都合よく、戦闘の道具を整えられます。幸いにのろしが相通じ、勢いが続き力を合わせ、我が安逸の勢いを持って疲れた敵を待つのは戦の有利で、 あります。真、愚かながら思いまするに「<coughs> トンデンは内についえを省く利があり外に守り防ぐ備えがあります」「騎兵は廃止されても恵比寿は漢の一万人が他にとどまっているのを見れば必ず捕らえようとする備えであると思いその怒放して天使の徳に帰することは同意先のことではないでしょう」。 今から3ヶ月そのままにしておけば、エビスの馬は痩せ衰えてきます。必ずあえてその祭子を他の種族の中に捨ておき、遠く山岸を渡りきて渡しよとはしないでしょう。また、豚田の死が聖兵1万人であるのを見れば、ついにあえて再びその祭子を率いて、こっちに帰ろうとはしないでしょう。 これ、真の愚形が、エビスはまさに必ずそれぞれのところで自らが解するに違いないと推測するゆえであり、戦わずして自ずからこれを破る策であります。エビスの小規模の高等に至っては時に人民を殺したりしますが、その根源はまだにわかに止めがたいのです。最善の戦いは必ずしも勝つことではなく、仮初めに白人を交えないこと 最善の攻めは必ずしも取ることではなく仮初めに宗を浪させないことである都心は聞いております。注釈以上は陸党軍政編の言葉もし兵をいさせて洗礼をの、えー、滅ぼすことができないまでもただ恵比寿に耐えて小行をしないようにさせることができれば兵を出すのもよろしいと存じます。 今、いずれにしても商工島を止められないのに、いながらにして勝つ道を捨て、冒険の勢いに従い、一徹に利を得られず、内を空虚にして自ら疲弊し、中国の移住を落として自らそこのうことは、万一に示すゆえではありません。また大、大軍がひとたび出撃すれば、引き返してもう一度とどまることはできず、 さりとて甲虫をも空虚にすることができずかして武役がまたもや挑発されましょうとにかく強度に対しては備えなければならず武漢に対しても心配しなくてはいけません今久しぶ運送しその追い得に煩わされ我が方の思いがけぬ費用を傾けて一偶に供給するのは真、愚かながらこれを不利であると思います 倫宗は幸いに遺徳を受けることができ手厚い贈り物を報じて多くの教種族をなで従え名手をもってこれを諭しましたが皆徳風に向かわすに可能でております。彼らの以前の言葉としてかつて本詞5年の際のようなことを繰り返さないようにできるであろうかと言ったとはいえ大があってのことではなくそのゆえをもって兵を出すに足りません。真密かに 自ら思うに、祭りごと、えー、御事の利を奉じて砦を入れ軍を引いて遠く打ち天使の精兵を極め兵舎合致を三夜に参じ積寸の功もないとはいえかりそめに責任回避の利を得しかも後々の咎めや死後までも負うべき責任を免れるこれは人心として不中の利であり名手社職の幸いではありません。 新は幸いに征兵を振るう手振りを打つことを得ましたが、久しく天中をなびかせて賊を滅ぼすことができず、その罪は万死にあたります。陛下は肝心であられ、新に中を加えたもうに忍びず、新にしばしば実刑することを得させられました。愚新は負して計りごとがはなはだ熟しましたので、あえて不悦の中をも避けず、埋尸し,して愚剣を述べました。 ただ陛下にはご清札遊ばされんことを小札の方がいいですかねどうかな以上、えー、じゃないまだですね重超重国が上層するとその都度すぐこれを後継疑心に下げ渡したはじめは重国の経をゼとするものが十分の三ほどであり中頃は十分の五最後には十分の八となった 御事の利が下り最初これをふりとした人たちをなじったので皆頓守して服従した。上昌義昌が言った「信は愚かで平時の利害に通じていませんが江聖軍がしばしば軍作を図りその言うところが常に正しいので信はその図りごとの必ず有料なことを保証いたします」。そこで主張は長州国に返事していった。 皇帝は皇将軍に言う「上書して享領に勝つべき道を言うたこと今将軍に徴従する」「将軍の計りごとは良いそれとどまってとんでんする者およびやめるべき人馬の因数を条文せよ」「将軍は勤めて食事をとり平時を慎み慈愛せよ」は「主将は破協・強土両将軍がしばしば、えー、両 恵比寿を撃つべきであると言うたためまた長寿国の屯田のところが分散しているので恵比寿がこれを犯すことを恐れ,そ,れそこでその刑に両方ながら従い両将軍と中老城公に出撃するよう見事乗りした郷土将軍が出て4,000人余りを下し破強将軍が敵主2,000級を切り中老城公が敵の主級を切り 下したこともまた二千余り、そして長じ国が下したのもまた五千人余りを得た。見事乗りして兵をやめ、一人じゅ国の軍がとどまり屯田した。翌年五月、長じ国は 上層していった「今日は元5万人ばかりの軍でありました」がおよそ残首7600級降伏した者3 1200人甲が香水で溺死し飢えて餓死した者56,000人示し合わせて脱走し選挙を帝とともに逃亡した者は4,000人に過ぎず 今日の美貌らは自責して必ずこれを捉えましょう。どうか頓平をやめさせられますように。この僧が再下され長寿国は兵を整えて帰還した。仲の良い後世氏が出迎え長寿国に説い,い,いていった囚人は皆破教郷土領将軍の出撃によって多く首を切り公領へ。 そのため恵比寿は破滅したと思っている。しかし有識者は恵比寿の勢いが困窮し我が兵の出撃がなくても必ず自ら服従したに違いないと思っている将軍は直ちに天使にまみえ公を二将軍の出撃に帰し愚心の及ぶところでないという方がいいそのようにすれば将軍の計り事は失敗でなくなる長寿国は言ったわしは年老いた 釈意もすでに極めたどうして一時のことを誇るのを切ろうて名所を欺こうや兵の形成は国家の大事でありまさに後世の法,法,とな法となるべきものである老臣は余命をもってひとたび陛下のため兵の利害を明らかに解かないうちにににわかに死んだら誰がまたこれを言えるであろうかついに自分の意向で天使に応対した 首相はその計り事をよしとし新武権の派遣をやめ彼を主戦軍大使館に返し長寿国は再び交渉軍栄意となったその秋郷土の弱礼リル、えー、リ,リリューですねごめんなさいえっ、ー、と今日の弱礼 李龍、諸衆、孤児らがともに、千礼の大頭、夕妃、妖玉の神戸を切り、また、頭を切り、首を切り、また、諸郷、邸宅、妖娠、領事、備謀らは皆、宣教、皇帝などの種族4,000人余りを率いて漢に投稿した。 ジャグレー、邸宅の2人を報じて、出衆を <laughs> これ何てもの、出衆でいいんですかね、出衆王とし、えー、リュウリ、諸主の2人を出衆公とし、次公君とし、幼鳥を源平公とし、 領事を君とし美貌を剣牛君としたこれなんか字抜けてるんですかね初めて金城軍属国を設置して降伏した郷族を折らせた見事のりして御経行為とするに足るものを推挙させたが当時重国は病んでおり私婦ではなく 主,釈主婦は4つの役所すなわち上尚婦、漁師婦斜木将軍婦前将軍婦の4つの府では新武剣の年少の弟唐を推した長寿国はにわかに立って唐は酒癖が悪いから万位を司さどらせてはなりません。 唐の兄林秀を任ずるに越したことはありませんと想像したその時唐はすでに旗印を拝命していたがりがあり改めて林秀を登用したその後林秀が病気になって職を免ぜられ五譜はまた唐を推挙した五譜というのは先ほどの四譜、えー、上昇譜漁師婦 将軍府全将軍府プラス高将軍府党はしばしば用て教人に怒りそのため教人が背いたことついに鳥獣国の言った通りであったこれより先破強将軍武家は軍中で時折中老城こうと歓談したがある時こうが言った 将軍長安政は勝って初めのほどは主将の覚えめでたからず主将は彼を中止しようとなされた。皇の家の将軍が安政はもと袋を追い筆を首に刺して数十年の間皇部邸にはべりつかえ忠勤であると言われた人だから安全に過ごさねばならぬと思い安政はそのため免れることができたのです。注釈 え袋を追い、この袋タクく、タクくじゃなくて、とタく、タくか。これはあの、底がない袋って言ってますね。底があると、ノー。戻ります。 長寿国が帰還し平時を権上するに及んで武賢は辞めさせられて元の漢に帰り深く、えー、長寿国を恨み上書して 孔は禁止の刑を受けたが注釈、平居を命ぜ,命ぜられ自由を絶たれる刑禁止の刑を受けたが長寿国の幕府の軍師場の中に入っていって頓兵を乱したため役人に引き渡され自殺した。 朝中国は辞職をこい安社と四刀の,の馬黄金60金を賜り官を辞めて下居した朝廷で司法の賛意に関する代表儀があるとその都度彼をその平衡に参与させて謀りごとを問うた86歳で官路2年皇居し送りなし総公と称された公爵を子に伝えて孫の金に至り金は警部公書をめとった このショーっていうのが。交渉をめとる時に使うやつですね。講師の方が身分が高いので賞という。講師に子がなかったため、講師は金の両人。両人というのは女官の名前ですね。両両人週に妊娠したと偽らせ。実は他人の子を州の子と名乗らせた。 金が皇居し子秦が皇を継ぎ衆は太婦人となった秦の実父母が潜在を求めてやまず怒り恨んで互いに告発した秦は実の子でないという罪に雑し皇を免ぜられ国を除かれた原始,が、えー、原始年間後進の光栄をよく偶し再び長寿国の総尊旧を報じ 後としたはじめ長宗国はその功徳において各公と同列に扱われ美容宮内にその画像を描かれた聖帝の時かつて聖教に <laughs> 返事があった主条は小水の信を思い長宗国の功を追放することとしそこで弔文楼養悠を召し 十国の画像の傍らに褒め言葉「章」を書かせたその文に言う「命令なるこれ選帝の時恵比寿に先帝あり先帝は乱れ狂うて漢の盛況を稼ぎ漢古心に命ずこれ交聖軍我が陸士を整えてこれを討ちこれを震わす」注釈古心というのは のの神ソーガの神爪と牙ですね交尚軍というのが長寿国陸士というのはあの天使の軍が、えー、と天使の陸軍ですね一軍が1万2500人すでにその域に臨み里すに遺徳をもってし守りありて功に誇るも人をこれを勝たずという その資料漢の経に振るわんと来い天守我に命じこれを潜水の北に従わしむ永平公は節を守り永平公というのは長寿国のことしばしば蜂章をし、えー、宝宗し蜂章は奉仕封じですね封じに同じ密封した上層文しばしば封章を宗し敵を図って 価値を制しうん、風書,書風書風書の方がいいね <coughs> しばしば風書を奏し敵を図って勝ちを制しその糸棒に当たりうるなしついに聖獣に勝って死後を都に返し気宝も起伏し気宝というのは一説に都の糸意の意す宮中に祝直しないものがないん違うでしょう えと遠方ゆうまいの地、そうだね、気砲も起伏し、帝の庭に来たらざるはなし、えー、これがあれ、とのいかということですね。そう返さなくてもいいような気はするけど、昔、衆の洗脳の時、宝飾あり、証拠あり、注釈、宝飾は頸板を制し、証拠は、ワイイエビスですね、を平らげた。 詩人その功を討とうてすなわち我の詩につら,つらぬ忠釈これは詩の大賀と称が漢の中高にありて重国部を持ち救急杏杏としてまたその後を告げり忠釈救急強い形 カンカンは異ある形。「重国は交将軍として塗料に移り住んだ新武権は京の戦から帰還して7年の後再び破京将軍となり宇孫を征伐して頓光軍に至りその後は出撃せず召し返されたが到着に先立って病,病没した後、景気は退還に至った」。 というわけで以上で鳥獣国の電気は終わり今の最後に出てきた新武圏の子どものケーキの電気がここから始まるんですけど短いのでここも読んでしまいますかはい「新ケーキ」 神経紀はあざ名を獅子といい若くして父の放任により友好の嬢となった父っていうのが神武剣ですね友好の嬢は友好は官署名左右の良好あり嬢は俗刊。長羅を条件に従うて宇尊の石国城に屯んでんし宇尊の九皇と戦って旧皇 というのが嘘の感銘陣を陥れ敵を退けた上京がその先行を掃上したので次郎に任命され移って行為となり李氏を率いて延期国に駐屯した駐釈延期国は西域三十六国の一タリム盆地にあった。 帰還してエッシになったが帰還してエッシになったエッシャとなったがなおまだ名を知られなかった限定の初期金城軍の長子に干せられモザイの課に追拒されモザイは秀才 五冠皇邸の忌名を避け母宰に改められた母宰の下に推挙され老中朔棋唱に移り朝廷には彼をはばかる者が多かった転じて皇位となり懲役軍の大将に移りさらに主戦軍に移り至るところで名を表した聖帝の初期召されて皇禄待夫となり笹生中老城に移り七金吾に至った忠釈七金吾は 注意、武帝の時改めた旧門の警備を司るこれより先武権と鳥獣国とが仲違いしその後獣国の家の者が紳士に殺された刑期が失禁後になってから子が長子の者を殺した罪に出し主戦軍の大使に左遷された1年余りたって大将軍王鵬が刑期を推薦し先に 両軍に在任して成績を表し召されて朝廷に入り官位を経歴したが心中しないものがなかった振る舞いが失実,、えー、実成直で人友があって囚人の心を得平時に通行しその明快なはりごとと重々しい威厳とは国家の忠世たるにふさわしい父の破強将軍武賢は前代に名を表し誠意に 夢があった新法はえ王法は「いつまでも刑期の上位におるべきではない」と言上したそこで再び召して弘禄大夫ついに失禁後とした数年後些細な違法の罪に出し運中軍大衆に左遷,左遷され後まとめされて弘禄君となった当時し,しばしば歳位があり 上将、芝下部が法事を封じを建て祀っていった注釈上将の上将市直は上将の俗関の名前愚の国に旧式がいたため真の健康は愚を打とうとしても打てずそのため寝ても眠られず衛生が大将軍の位にいたためワイナウ王は陰謀を断念しました それゆえ、「賢人が平等に立てば敵の突き来たるをくじき難を抑え災いの形成のないうちにあらかじめ勝つのであります」柴方に「芝法に天が安らかなりといえども戦いを忘れる時は必ず危うし」とありますそもそも将軍をあらかじめ設けておかなければにわかのように応じられず 死は兵素から訓練しておかなければ命をかけて敵に当たらせがたいのですされば先帝は烈将の官を立て近親が内を司り異性が外を防ぎそれゆえ悪者は傷し動くことができないで破滅し誠に万世の長作であります後六君契機は <coughs> 抗議が収まり正しく和重合気かつ遁行で暴力が深淵です 以前編軍にいてしばしば敵を破り捕虜へ外為でこれを聞き知らぬ者はおりません先に大異変が並び現れましたがまだその印がありませんその上戦争が久しくやんでいます春秋に大きい災いのまだ至らぬうちにあらかじめこれを防ぐことが大切であるとあり注釈供養殿創光18年景気を宋賀の間に置いて注釈 えー、天使の僧がたる近衛兵思いがけぬ返事に備えなくてはなりませんその後慶喜は右将軍処理3期休時中に任ぜられ1年余りで左将軍に移った慶喜 <coughs> は身のじし方が強権で 飲食被覆に最もつづまやかであったがしかし生来車と馬を好んでその鮮明なことが評判になりただそれだけが彼の贅沢であった国家の古審として太平の世にあい郷土聖域の人々に親しまれその一心を尊敬された年老いて在官のまま即居した長子等は御教皇位となり中子順は韓国官都位となり 末坊は水耕問いとなり外に出て軍手となりいずれも憔悴たる風格があったその相続や士族で二千隻の大官になった者が10人余りいた原始年間安官公王網は政権を取り刑期が元大将軍王方に引き立てられた人でありその子が3人とも皆有能であるのを見てこれと親しみ手厚くしようと思った当時王網はまさに意向と憲兵を立てつつあり 憲法憲韓を用いて自ら助け法と官は新たに尊ばれその威力は朝廷を震わせた水行と問い某は自分が迷信の子孫であり兄弟が並び連なっていることを思い両憲に対し憲法憲観に対し刺して屈辱しなかった。その頃 平定が要所で、外籍の A 氏は K 氏に在住することができなかったが御経行位等の長子慈恵はもともとこれ長子慈系、もともと定の十九っていうのは母方の糸工事十九 A 四博と仲良く。 2人は共に共に男立てで品格の出入りが甚ははだ盛んであった旅館の事件が起こるに及んで大門は英氏の一族を注視した両県は憲法憲官はもろもろの紳士がひそかに英子伯と親密な間柄にあり恩に背いて安官公を喜ばないことの企みがあると言いがかりを構えたかくて主職珍宗は紳士の創身である老政軍の信仰らが民を おかし,しのぎその威力を衆軍にふるっていることを挙げて相乗した大毛はついに当親子えー、っと淳も兄弟及び南軍の大主心拍らを取り調べこれをことごとく中殺したもじゃなくて棒でいいですね棒。 紳士はこれによって廃滅した神経軌は元適道家の人で注釈適道は官縮林東の西南少寮に移住した少寮は聖帝の寮先生林東完成しなかったなるほど少寮が廃止されたため長安にとどまった以上で 朝中国神経気伝は終わりでここからコメントです。3に言う新館以来、3島には最小が排出し、3、えー、島はいわゆる関東、韓国間伊藤。3世には将軍が輩出した、3世は韓国館よりも西。新の将軍、八ッは美県の人であり、注釈、美県は先生。王船は 貧乏の人である。貧乏は先生、風県の東北。菅が起こってからは、育室県の多い。菅炎樹。注釈育室県は菅宿、慶陽の東、義居の古地。義挙の高尊が深いし。注釈義居は。菅宿、姉県の西北。正規県の利口、利祭。 注釈・正規県は寒宿・新庵の北塗料の祖県祖部注釈・塗料は長安の東南上経県の上間結長寿国注釈・上経県は寒宿・天水の西六十里上部県の蓮舫 上部圏は縮道剣の新部剣新景気はいずれも皆遊部をもって著名であった祖神両師親子の公説はその中でもたたえ並べたたえ並べるべきでありその他いちいち数え切れるほど多いなぜであろうか 三世の天水、老生、安定、北地の処分の位置、地勢は恵比寿の地に接近しておりその民族は千尾を治め習い有力安ア,アンバってアンバだよなアンバ記車を大いにとんだそれゆえ真摯に言う注釈、これは死の神父 V をここに死を起こす。 我が公平を治め、死共にかんとにその教えと仇はい,いにしえからそのままであって今の通うし公害することもその名残がなお残っているだけのことである。以上「長寿国神経記伝、終わる」。 ダイジェストをちょこっと読みます。えっ、ー、と序伝第七十の、えー、ダイジェスト。陛下の策はこれ戦わぬことにある。上兵を長重国は半叛たる白髪にして 功を立て論を立立てて論「君の良しとするところをなさずこれに従わなかったゆえに主上はその真を悟った」注釈「昼、え、釈、ー、春秋差し伝将校二十年」。 君の家というところにしていなあらば神はそのいなを火を剣じてもってその家をなし君の火というところにして家あらば神なその家を剣じてもってその火を咲くとある以上生の傾向に対する安心の言葉安ちゃんか戻ります神武圏神経寄付しは 身の春泳であるここに「鳥獣国神経記念第39」を述べる以上「鳥、え、獣、ー、国神経記念第39」すべて終わります。 明日は続きを読みたいと思います。おやすみなさい、良い夢を。オンバサラシャンティウン。また明日。ありがとうございます。ごきげんよう。